はい、皆さん、こんにちは。チームハロンズ黒川です。オーストラリアドル円のテクニカル分析を3分で解説します。本日、週初ということで、週間見通しとなります。まずは結論から。はい、週足ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中、一目金公表、トレンドはありません。ストキャスティックス、売りシグナルが点灯ということで、はい、週足ベース、上値の重い展開と考えております。続きまして、冷やしです。ボリンジャーバンド、一目金公表、 えー、トレンドはありません。ストキャスティックス売りシグナルが点灯ということで、ヒアシベースは下目線と考えております。それではテクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。はい、まずは週足ボリンジャーバンドトレンドの方向性を示す赤い点線21周移動平均線緩やかな上昇傾向を示しております。週足ボリンジャーバンド上昇トレンドを進行中です。はい、週足ストキャスティックス買えすぎの判断基準であります80パラインよりも上で売りシグナルが点灯加熱感発生ということです。 はい、こちら、週足の一目均衡表です。ローソシ活色雲の位置関係から明確なトレンドは出ておりません。はい、こちら、冷足のボリンジャーバンド。トレンドの方向性を示す赤い点線21日、移動平均線直近では真横を向いております。冷足のボリンジャーバンドもトレンドレスということです。はい、日足のストキャスティックス、強い売りシグナルが点灯ということです。 はい、こちら、冷やしの一目均衡表です。ローソク圧縮務の位置関係からトレンドレスということです。はい、それでは今週のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。サポートラインは94円ちょうどレベル。94円ちょうどレベルと考えております。続きまして、レジスタンスラインです。レジスタンスラインは97円ちょうどレベル。97円ちょうどレベルと考えております。 はい、右の穴のチームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から講座解説をしてキャンペーンにエントリーしていただきますと、通常の講座解説特典2000円と新規取引1回1万通貨1 6ロット以上で、チームハロンズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引用に応じて最大100万円、合わせて100万7000円のキャッシュバックとなります。詳細は YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。 はい、そういうことでオーストラリアドル円ですけども、はいえー、今週の予想レンジです94円ちょうどレベルから97円ちょうどレベル94円ちょうどレベルから97円ちょうどレベルということですポイントです。 中国9月、PPI 大幅下落5ドル円上値重しということで、はい、本日、アジア時間発表ありましたオーストラリアと攻撃関係の深い中国の6月 CPI、PPI なんですけども、はい、6月 CPI は下振れ。 6月、PPI なんですけども2015年12月以来約7年ぶりの大幅な落ち込みということで、はい、結果を受けまして5ドル円は売りで反応ということです。はい、今週なんですけどオーストラリア重要な経済指標の発表もありませんので、えー、金利動向、株価動向あとは中国の、えー、景気動向です、ね、を見ながらの推移と。 いうことだと思いますはいそういうことでチャート形状的に言いますと週足ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中週足冷やしのストキャスティックス売りシグナルが点灯ということではいオーストラリアドル円今週の見通しチャート形状的には上値の重い展開と考えておりますオーストラリアドル円今週の見通しチャート形状的には上値の重い展開と考えております最後にグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします本日は以上となります